女子プロに挑戦。はい、皆さんこんにちは、並木です。今日はこちら加茂ゴルフクラブに来ております。はい、お久しぶりですね、このシリーズ。多分前回は鶴岡カレンちゃんかな。そうですね、が最後ですかね。はい、はい、ということで今日も、女子プロの方をお呼びしておりますので、一緒に仲良く楽しく対決しながらいろんなお話聞いていきたいと思います。ということで今日のゲストはこの方です。どうぞ。どうも、ヤマト・エリナプロです。お願いします。よろしくお願いします。はい、ヤマトプロとはなんか別のロケでご一緒させていただいたんですよね。はい、そうですよね。はい、それきっかけでいろいろ連絡を取らせてもらって今回出ていただくことになりました。ありがとうございます。はい、いや、こちらこそありがとうございます。なので今日はいろんなことを聞きながら、はい、とはいえ一応女子プロ挑戦なので対決をしていきたいんですけども、はい、ハンデを、ヤマトプロがレギュラー、はい、で私がレディースティとさせてもらって、はい、でそれだけじゃまだ足りないので、はい、エブリワンいただければなと思うんですけど、いかがでしょうか。なみちゃん多分上手なんで。いや、なんでいや、はい、それでじゃあ大丈夫ですか。はい、でも私の実力は知ってはるので、はい、ね、一緒にやりましたもんね、この間。そうですね。はい、なので今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、1番ホール564ヤードパー5です。おー、ナイスショー。あります。ナイスです。はい、うん、完璧です。あます。さすが並木ちゃんの上達を今日は。いや、そんな上達しないですよ。じゃあお願いします。いい感じ。あ、いい感じだ。おー、ナチョコに行った。やった。ナイス。今なんかめっちゃ良かったです。いいショットでしたよ。ラッキーでした。じゃあまずヤマトプロのせっかくなんでプロフィールから聞いていっていいですか。はい。ちょっと今日9ホール長い区あるんで。はいはい。年齢は言わない。わかりました。年齢は皆さんハテナです。私は山形県出身で。おお。はい。で、そうなんですね。ゴルフ始めたのは10歳ぐらいで。お。きっかけは。はい、きっかけは、まあ本当に父に勧められって感じですね。はい、あ、もうお父さんの勧めで。はい、はい。じゃあもうちっちゃい頃からプロゴルファーになるってことが決まってたんですか。いや、そうでもなくてですね、私山形なんで、はい、アルペンスキーをずっとやっていて。え、ね、山形だとやっぱり冬はスキーみたいなやっぱ文化あるんで。そうなんだ。はい、なんでまあスキーと両立して最初やってて、はい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 、結構割と本格的にアルペンやってたんですけど、でも中学校ぐらいで怪我しちゃって、はい、あら、前十字靭帯がないんですよ、左足の膝の今も。え、そうなんですか。そうなんですよ。なくてもできるんですか、ゴルフ。あんまりよろしくないんですけど、まあでも一応できたんで、まあ、このままやっちゃおうっていうので手術せず。でもスキーはやめちゃったんですか。はい、でスキーはもうそうですね、それ以来やれなくて、うんうん、でまあゴルフ一本にしたって感じで。へえ、すごい。そんなん初めて来ました私。そうなんです。まだまだ多分届きません。フェアウェイに落としたい。3番ウッドです。うん、あ、いや、ナイスです。オッケー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 。よし、ランが出ましたね。うん、オッケー。わーお、ナイスショー。はい、ます。鋭い。おお。ちょっと左足下がってるんで、ちょっとまあ低めにライン出しみたいな感じですかね。でもさっき言ってたその左がないんですもんね。左ないんですよ、左膝が。じゃあゴルフって結構左、そうそうです、結構使うんで、ね、まあちょっとなんか緩くなっちゃうんですよね。調子悪いと膝が。あ、なんで結構こうジャンプしてひねって着地とかすると、はい、なんかすぐ関節が外れちゃうんですよ。ボキッて。もう激痛が走るんですよ、その時に。そうですよね、絶対。はい、なんでまああんまり激しい運動はできないんですね。そっか、バスケとかサッカーとかは結構危険ですね。あ、柔道とか。もう本当だからゴルフが限度。そうそうそう、ゴルフはギリギリやっぱりできるんで、はい、まあじゃあっていうのもありますね。まあ危なくないっていうのも多分一つ、うんうんうん、あと将来的に長くやれる、
キーと比べてやっぱりもう寿命が全然違うんで選手の、はい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 、それもあってやっぱり危なくないっていうのと、もう一回スプーンでいきます。うん、あー頑張って、おー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 、違う違う、そんないかんでいい、うわーおおはでもあんないっちゃいました、いいんですかね、飛んでる飛んでる、うん、ラッキー転がってくれた、あなんか大きい気がする、うわー、うん、あーちょっとちょっと大きい、フォローに乗っちゃいましたね。え、じゃあプロゴルファー歴は今もう何年になりますか。プロゴルファー歴が結構は行ってて、うん、何年目だろう、15年とか14年とかそんなもんですね。長い、長い方なんですか15年って、まあ、私ちょっと分かんないですけど、どうなんだろう、でも他のスポーツで考えたらね、プロ15年目ですって言ったら、そっか、あんまりないか、やっぱ中堅から若手ではもちろんね、まあ、中堅ぐらいの、なんかでもすごい、あっという間で、はい、はい、あゴルフ、ここまで来るのに、まあ、練習量はでも本当に調整するというか、うんうんうん、まあ、前よりかはガツガツはしなくなりましたけど、はい、うん、寄せたいな、5、あ短いか、よ、ああ、惜しい、うん、もう少し行ってほしかったな、わあ、さすがプロ、わあ、ナイスです。ちょっと、あ、打ちすぎた。ストップ。もう一回私かも。いや、ナイストライですけどね。すいません、トライしすぎました。五。ああ、ちょっと重たいか。残念。入れます。はい。あー、パー5？ はい、ダボですかね。ダボか。はい。ナイスパーです。ナイスパーです。ありがとうございます。ということで、ここはエブリワンをいただいても私がボギーなので。もったいない。多分余裕でパーとか取れましたよ。私もちょ調子乗ってました。ちょパーいけるわって思ってたら。わー、ないしょ、そっちはでも、あ、あ、あ、でもなんか、なんかギリギリなところに、でも、え、フェアウェイにならないじゃないですか、といえば微妙だな、わかんないです、はい、ちょっと行ってみないと、行ってみないと、まあ、いいところです、うん、いい、ナイスショットです、うん、ヤマトプロも、はい、あ、まあ、ローグなんだ、ローグなんですよ、ちょっとでもパラダイムも今日したいなと思いつつもタイミングが、あ、パラダイムしたいと思ってるんですか、はいはい、あら、でもタイミングはね、やっぱりシーズン入っちゃうと、確かにプロってどこで買えるんですか、ね、なんでまあやっぱりバンって買える人もいるし途中で、はい、で慣れていくっていう選手 もちろんいるんですけど、うんうんうん、まあオフ、やっぱオフですよね、今買えちゃったら怖いですよね、やっぱ試合と練習でも全然やっぱり違うんで、あ、そうなんですね、練習で良くても試合行くと全然違かったりするんですよ、はい、そっか、なんかあれっていうあるんですね、やっぱ力感とかが違かったりするから、試合の方がなんか力んじゃったりするってことですね、そうなんです、そうなんです、だから練習場でいい、すごいいい球打ってるっても、はい、試合だと全然見当違いの球とか出たりするんですよ、あ、そうなんだ、はい、だから信頼できるやっぱりクラブっていうのは大事、そうですよね、私はユーティリティが結構好きなんであんまり変えたくないなって感じ、うん、そっか、置いときたいんですね、ちょっと右が、いや、もう結果いいんじゃないですか、まあ、どうでしょうか、安全です、オッケーオッケー、ありがとうございます、99ヤードピッチングでいきます、はい、うわーすごい、おー、あーすごい、惜しい、でもピンめっちゃ強手前ですよね、そうですね、結構いいとこだ、難しい、92、8番で言うと、ちょっとね、ストップやめて、あーです、ナミキちゃんね、はい、ちょっとね、右向いてます、え、本当ですか、うん、常にさっきのショットも嘘、全部右向いてます、全部右向いて、だからそんな悪くない、なるほど、うん、向き
向きですね。の方に行っちゃってるかなって感じ。ああ、うん、よくやっちゃうんです私、うんうんうん。またやっちゃってた。ライバルなのに教えてくれた。よし。とりあえず一回で出そう。うわあ、ライが悪いな。あ！やばい、止まりました。止まりました。すいません。やっぱ硬そうでしたね。バンカーが。なんか、はい、ちょっと硬かったです。ね、音が。わお、入っちゃう。あ、なんか。わあ、ナイスでーす。ます。ナイスパー。ます。え、私これ。そう、4打目なので、そっから2打で。はい、上がれば同点なので。なるほど。結構プレッシャー。2打か。ゴーゴーゴー。あー、短い。うまいけど。いや、でもちょっと待って。強めにね。来た。ナイス。イエーイ。え、じゃあ同点？ナイスボギーです。ナイス。よっしゃ。ナイスセーブ。ボギーなのでパー使いになるのね。はい。なのでドロー。ナイスだ。はい。耐えた。耐えてる。だってこれ私初っ端全部取られたら終わっちゃうもん。だって見てください、このヤマトプロの余裕な表情。いや余裕じゃないですよ、楽しんでます。本当ですか。ヤマトプロの強みって一つ言われたら、はい、プロは 何っておっしゃるんですか、自分のこと。強み、うん、やっぱでもユーティリティは得意かなって感じはありますね。ユーティリティでどれぐらい飛ぶんですか。160から80ぐらいですかね。160から、はい、80ぐらいの距離のやっぱりユーティリティの5、4、3とかその辺のユーティリティ。なんだろう、パワー5とかで乗せていくのが結構ユーとかって多いってことですか。ユーティリティはパワー4が多いですね、だいたいパワー4のセカンドで。ああ、そうか、まあ、長いセッティング、ね、そうですね。ああ、そういうことか。女子プロだってやっぱ、ね、長い380から400ぐらいのセッティングだとだいたいそのぐらいが残るんで、私の場合。そっか、まだだって今日ユーティリティ見てないですよね。そうです ね今日はパ今パー5と短いパー4だったんで、ね、あと今日はあれ、またこれは自分の、あ、そうです、自分のね、ゴルフウェアエスプリっていうゴルフウェアを作ってまして、自分でキャップもですね。キャップもそうです、まあ、ネットで販売しですね、でも店舗は作ってないんで。え、これはヤマトプロがプロデュースしてるんですか、はい、プロデュースと、まあ、販売っていうか、まあ、全部自分でやってます。え、はい、全部委託とかしてないんで、完全に自分でやってるって感じですね。すごいです、なかなか聞かないですよね。プロデュースするけどそ、ね、その周りは誰か手伝ってもらうとか。そうですね、でもまああんまりこうそういう感じでやっちゃうと自分の本当に好きなものとかできなくなっちゃうんで。そうですよね、はい、まあ、いいものを、うんうんうん、人と被りたくないっていう人とか。ああ、そういうことですね。はい、の向けて。ちなみにどういう意味なんですか、エスプリット。エスプリはこれ T 読まないでエスプリっていうフランス語で言うんですけど、はい、フランス語で言うとなんか魂みたいな意味があって、あ、はいはいはい、でまあ、私ヤマトってあで、ヤマト魂みたいなのもあったり、あとエスプリの E は、まあ、エリナの E みたいなとか。あ、まあ、でもいろいろかけてるんだ。え、もちろん男性もあるんですかこれ。あ、そうです、メンズがむしろメインで。これは女性、これはレディースで、私は自分だけのために今作ってる。あ、じゃあ売ってないってことですか。レディースはそうなんですよ。なるほど、男性ものだけって。レディースはちょっとまあ非売品になっちゃうんで。じゃあ、 ヤマトプロとお揃いにしたい男性の方ですね。はい、あとは、まあ、オーダーメイドとかもできるんで。そんなこともできるんだ。はい、まあこれをこういう風に作りたいっていうのも結構できますね、やろうと思えば。なんかヤマトプロはね、そういろんなことやってる、私は勝手なイメージなんですよね。もちろんゴルフは主軸にあると思うんですけど、 何屋さんなのっていう。いや、すごい。これちょっとなんか距離感が割と難しいなっていう感じで、はい、138のこれアゲンストっぽいんですよ。確かアゲンストっぽいっぽいんですけど、145ぐらい打っちゃおうかな。おお、6番ヤンでいきます。はい、うわ、いい音、かっこいい。ナイスアンです。ございます。完璧です。お見事です。距離感が良かった、ま、だドライバーはキャロウェイでしょ。ちなみにアイアンコブラなんです。あ、コブラさん契約してたんですよね。そうなんです。だからまあその時のこう名残で、はいはいはい、いいものを残してったりしてますね。おお。わお、うん、いいんじゃないですか。大きいかな。お、お、あ、ちょっと大きいかも。
じゃあアイアンでも良かったかな。近くまでは行ってると、うんうん、内緒ですか。近いところまで行ってると思います、はい、ありがとうございます。ヤマトプロあれですよね、結構早いですね。そうなんですって言われますよね。めっちゃ早いんですよ。なんか今までで女子プロの人と回った中で、はいはい、一番なんかすごい、まあ、せっかちっていうか、はい、そうなんですよそうなんですよ。そんな気がしました。めちゃくちゃ早いんですよ。打つのももちろん早いですし、はい、このカート降りてからもうボールに一直線な感じがそうなんですよ。急に雨が、そう急に雨も降ってきた。よし乗せよう。うん、うまい。おいんちゃう。およっしゃ、チャンス来ました。チャンス、うまい。ありがとうございます。ナイスです。めっちゃいます。ナイスパーです。はい、飲みます。いやこれ入れたら、よし、あそう結構傾斜あるんですよね。なんかめっちゃ綺麗だから、うん、私のも、うん、そっか、入れます。まあまあボギー、ボギーですけど、ナイスパーティーになるので、はい、ドロー、うん、ドロー。意外といい試合ですね。なんとか食いついてますね、うん、なんとか食いついてる感じですよ。ナイスプレーです、ナイスプレー、ね、いやいやいや、必死食いつくのに風がめっちゃ吹いて、アゲ見通しがアゲンストですね。はい、ナイスショー、ナイスです。はい、ありがとうございます。さすが。ここはちょっとしんどめのホールですよね。あ、そうそうですね。ここそう、ちょっと長いし、ちょっとアゲンスト、そうですね、多分セカンドはユーティリティなんじゃないかな。セカンドは多分打ち上げになるはずなんで。見たい。チーマのね、めちゃくちゃ持ち上げられるとそれはそれで。あ、そうか、確かにね。ミスるかもしれない。なんかだって距離これだけかと思ったけど、打ち上げてるから。打ち上げてるから。打ち上げの上げだから、意外と多分ね、340とか50ぐらいの感覚になるはず。パー5でいいかな、私だけ。そんなことはない。あ、で、右向いてるんですね。あ、そうです、そうです。ちょっと。ちょっと、待ってください。じゃあ、旗の方向向きます。はい。これぐらい？あ、いいんじゃないですか？おー。めちゃくちゃいい。これぐらいか。いきます。わー！よかった！強一じゃないですか。よかったです。よいしょー、うん、ありがとうございます。完璧です。すごい。なんか向き変わるだけで。めちゃくちゃいいじゃないですか。まっすぐそのまんま飛んでった。ありがとうございます。いいアドバイスをいただきました。ちなみにヤマトプロ、はい、ベストスコアっておいくつなんですか？ベストスコア65です。おお、それはちなみにいつ頃出されたんですか？いつ頃だろうな。千葉の子で、千葉らへん、この関東近郊で、千葉です、千葉です、はい、のマンデーの試合でしたね。あ、え、試合で出したんですか？はい。でも結構65まではなかなか出ないので、それ以降はあんまり出てないんですけど、だから67とか66ぐらい出るんですけど、なかなか意外と65までって出なくて。あ、そうなんですね。はい、その時は本当に噛み合ってましたね、うんうんうん、もう9バーディー1ダボとかだった気がします。9バーディー、はい、でもこの間私レギュラーの試合出た時に、はい、2日目神谷そらちゃんだと一緒だったんですよ、うん、今話題のね。そう、あの子が11アンダー出してて2桁いっちゃったんだ1日で。え、すごい、2桁アンダー2イーグル7バーディーとか。イーグルが2個。イーグルも2個って出るもんなんですか？で、出ないと思うそんな出ない。へえ、やばかったですよ。それはもうなんかびっくりしました。スクランブルやってないよねみたいな、あっていうぐらいのてかなんかもうバーディーとか言わなくていいって途中で言いましたもん。すごいね、やっぱプロの世界って。ああ、これはね、ユーティリティじゃないな。ああ、見たかったけど、またぜひ。ちょっとアゲンストなんで。どこかのホールで。190ヤードクリークでいきます。はい。わお、ナイスショー。おお、どうだろう。ナイスです。ナイス。ありがとうございます。多分いいところにいると思います。いや、届かないわ。170ぐらいある、まだ。引っ掛けた、うん、あ、大丈夫だ、まあ、うん、ちょっと声でかすぎた本当に言うんじゃないですか。いや、なんか右向いてて、うん、だから、うん、とか意識したら間違えた、なんか
次引っ掛けちゃった多分右向いて、うん、結構こう突っ込んで捕まえに多分今まで行ってたから、あ、こう肩こうやって向きだけちゃんと取って構えられてれば普通になんかもうスイングそのままそこでするぐらいの感覚でまっすぐ行きます。変にこう捕まえに行こうみたいな感じしなくても、はい、意外と考えなくていいってことですか。そうですそうです、もう普通に素振りみたいにスイングしちゃった方がまっすぐ行くかもしれない。え、プロはなんか最近はレッスンとかやってるんですか。結構ゴルフ自体オタク系なんで、お、割と分析したりするの好きなんで、理論とかも結構あるじゃないですか、はいはい、嫌いじゃないんで、人に教えるっていうのも、まあ、かなり難しいことなんで、はいはいはい、自らめちゃめちゃやりたいっていうわけじゃないんですけど、はい、相手が上手くなりたいっていう意思を言ってくれば全然教えますって感じ。それじゃあレッスンの、まあ、教室というかそういうのやってないですか。あ、そういうのやってないんです。でも全然受けますよっていう感じ、レッスンもできますよ、はいはい、でもなんか それこそオンラインレッスンとかもオンラインレッスンあるんですか。してるんで。え、それはゴルフの座学とかじゃないですよね。もうオンラインレッスンですね、完全に。技術のこのスイングとか。はい。ヤマトプラ、いろいろやられてますけど、その中でももう一つやられてるのがあって、なんか連盟みたいなのも。あ、そうなんですよ、ね。女子プロゴルファーズ連盟っていうのを一応代表していて。代表プロですよ、代表プロ。代表もやってプロゴルフやってるんですね。なかなかいない。新しい形ですが。ちょっとなんか硬そうなんで。あー惜しいな、ちょっと緩んじゃったかな。そうですね、うまい。よっしゃ、え、これめちゃくちゃうまい。めっちゃうまいです。よし、愛せます。なんか今技使いましたね。たまたまです。なんか技はないんです。すごい技を見ましたね今。いい感じ。だー、わーしー。いや、今入るかと思いました。ナイスです。ありますナイスパー。やっぱさすがだ。え、これもう私。でもこれを入れたらボギーなんで、すごい結構大事なパットです。入れたら、はい、すごい持ちこたえてます。おいい。あー、切れるか。切れる。結構切れたな。入れます。ということでここまで4ホールやってきましたけども、後半この後まだ5ホールあるんですけども、はい、ちょっと先ほどねお話にもありました連盟の概要だけちょっとこちらの動画でいいですか、はい、お伺いしても。そうですね、まあ女子プロ今60人ぐらい、沖縄から北海道まで いっぱいいろんなプロが連盟に入ってくれてるんですけど、うん、まあなんだろう、ゴルフ界を女子プロたちが自らこう面白いことだったりゴルフ界にとって新しいことだったり、あとはまあファンの皆さんともっと近く試合だとやっぱり少しやっぱ距離感があるのもやっぱりもっと距離感をまあこう近くして、もっともっとゴルフの面白さだったり私たちがこう教えたりちょっとしたこうゴルフの楽しさだったりを伝えたいなと思って、まあなんか当連盟を作っていろんな活動をしてるって感じです。なるほど。さっき言ったレッスンとかもそこの一環でやられてたりとかってことですね。そうですそうですそうです、はい、なるほど、はい、聞くとねめちゃくちゃ多分内容濃いんでしょうから、はい、きっと後半にもちょっとお話は聞いていきたいなと思います、はいはいはい、ありがとうございます、はい、一応で対決の方は今のところプロがワンアップ、今さっき負けてる、あ、負けちゃったじゃん、ツーアップ、はい、そうです。で残り5ホールですよね。はい、なんでいっぱい話を聞くためにはなんとか、そうですよね、はい、じゃないと終わっちゃうってことですからね、わ、はい、かりました、はい、じゃあ私も頑張りますので引き続きよろしくお願いします、はい、ということでありがとうございました、はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますのでぜひフォローしてください。